今日は天気がいいので公園に行ってきます。この結構前に作ったこのミニ四駆ランチボックスという大きめのミニ四駆、タイヤが大きめなのね、馬力のあるやつで、遊んでこようと思います。でただ遊ぶだけじゃなくてカメラをねこの上につけようと思います。このミニ四駆の、目線、この低い目線でねいろいろ撮ってみようかなと思います。このソニーの、アクションカムでここにつけて、ちょっと両面テープあったかな、ちょっとまあ探してここくっつけてこれで走らせてみようと思います。ただ一応雨とかにはちょっとした雨とかには多分強いとは思うんですけど、怖いので一応こういうカバーをつけてからこれに乗せてしっかり固定してっていう感じで行ってみようと思います。では公園に出発です。公園に着きました。ここは特に滑り台とかないんですけど、まあこれぐらいの広さがあれば、ミニ四駆を走らせられるかなと思って、ちょっと広いところよりはこっちに来ました。ではこちらを走らせてみようと思います。まあ、一応この説明しておきますと、テープでガチガチに固めて、あとこのゴムは今100均で買ってきました。これでもう揺れないと思います。では電源を入れてスタートを行きます。重心が高いことが分かりました。分かりましたっていうか、まあ考えれば分かるんだけど、重心が高いので、高い位置にあるので、ちょっとのね段差でねこれ持ってかれますね。で今ちょっと軽く道を作ってみました。これでいけるかどうか。お、いった。あ、やばいやばい、あやっちゃった。どうでしたでしょうか。最高の走りだったと思います。よいしょ、よく頑張りました。ランチボックス、まだAmazon の方で、買えると思うので、気になった人はぜひチェックしてみてください。ではまた明日。